さて政府は、えー、明日にもです、ね、物流革新緊急パッケージを公表するということなんですがそもそもこの物流2024年問題というのはこちらです来年の4月からトラック運転手の時間外労働の規制が強化されまして1ヶ月の時間外労働の上限というのが平均で80時間となります。でこれにに伴いままししててて物がが運べなくなくってしまって輸送能力2024 14.2%年には 14. 2030 34.1%年には不足すする可能性といいうのが指摘されていますでこの問題に対しまして政府が明日にも公表する対策はじゃあ何なのかということなんですが現在分かっているポイントはこちらです置き配やゆとりある配送を選ぶ消費者にはポイントを還元するそれから荷主企業には物流経営責任者を置くことを義務化する。 さらには集中監視月間というのを創設しましてトラック G 面の監視を強化する。 そのほかは高速道路での自動運転トラック走行へ環境を整備するそして鉄道や船舶の輸送量を今後10年で倍増させるといったものが主なものになります。橋本さん、このトラック業界の取材されていらっしゃいますがこの対策について現場からはどんな声が上がってますすかそうですね私はその現場の人たち多くの人たちからその生の声を聞くんですけども、はい、やっぱりこう5年間猶予があった中で、うん、なんで今、 パッケージなんだとでそれが4月,あ4月に最初にパッケージがあーあーと3月31日に岸田さんが出しますと言って6月に、えー、パッケージが最初に出たんですけども、はい、そこからまた施行まで残り半年っていうところでさらにパッケージ。でやっぱり現場の方からは 今ですかっていう声が正直あったりしますねあとこの対策の具体論をご覧になってですね、まあ、まだ明日,明日出るんですけれども、はい、なんとなくどういう感想が漏れてますかねえとやっぱりその宅配で語られてしまっている部分が、うん、やっぱりちょっとそのいわゆる再配達に対して置き<ー>、まあ、配でポイントを付与する、うん、なんか当たり前なことを当たり前にやった人にインセンティブ性をするっていうのはやっぱりこうあの 現場はそのあの消費者市場主義、お客様市場主義で今こう疲弊しているので、あの再配達にはこう有料化するっていうのはかなりハードルは高いんですけども、うん、やっぱりペナルティー性に持っていく必要はあるんじゃないかなって思いました。はい、あと宅配ってごく一部なんですよね。おっしゃる通りです。えっ、ー、と輸送料で言いますと、はい、えっとわずか7%なんですねい、はい。それ以外は全部企業間輸送で、いわゆるその。はい えっと工場から物流センターですとか、はい、その消費者さんに見えないところで、うん、トラックは動いてます。工場から工場とかね。そうですね。うん、はい。下請けから自動車メーカー。そうですね。はい、そしてあのこちらの内容ですが、宮内さんたちがまとめました自民党の物流調査会の提言にも入っていたということですよね。これはよろしいですか。はい、そうです。あの我々自民党の物流調査会において今年の2月頃からですね、はい、精力的に議論をいたしまして。はい。 えまあいろんな関係者からのヒアリングをはじめですねまあ十数回に及ぶ議論の中で,ですね総合的なパッケージということをまああの国,土国土交通省とも議論をしっかりした上でですねえで提言として出させていただきましたでそれをもとにですねえ6月の2日にですねえ政府の方で環境閣僚会議を開いてですね政策パッケージというのを出したと。 まあいうのが一つのがつ大きなな流れなんです、うんはい、で2024年問題といいますとこれ2024年だからではなくてずっとこの問題はですね、うん、トラック事業者あそのドライバー不足の問題とかですね、うん、運賃収受がでできないといととうものがずっとあっああたわけでありますだんだんそれが顕著になってきて2024年問題ということになりますから、はい、本当に危機感を持ってやらなきゃいけないと。まあこういうふうな 意識でです、ね、議論してきたわけです、はい、でどうしてやらなきゃいけないかというのはです、ねはい、私、あの2016年にあの熊本で地震があったんですね、はい、であの時にですに、ね、道路が寸断されて物流が2日間止まったんですね、うん、2>, で2日間止まったらです、ね、もう食料や水や日用品がです、ね、全くその地域に行かなくなった、何もなくなっちゃった、うん、コンビニにもない、スーパーにもないという状況になった。要するに えー、物流というです、ね、インフラがなくなっちゃったらです、ねはい、生活ができなくなると、うん、これでいいのかと、うん、まあこういうためにさまざまなパッケージとして政策をです、ねはい、総合的にやらなきゃいけないとこういうことで、えー、提言を出,し出させていただいた、死活的に重要なインフラだというそういう認識です、ね、そうです,そうです、はい。うん 本当にですねあ,のあまり物流の現場をご覧になっている人少ないかもしれませんけど倉庫の現場とかですね実際にですねトラック会社がどのようなドライバーの人たちがですね仕事をやっているかってそれはね大変な現場であります。ところなななかなか分からない中でですね携帯で あのスマホで,です、ね、注文すれば次の日に必ず来るというのが当たり前になっているというところのです、ねまあ、国民的な理解といいますか、うんえー、その現実をです、ねまあ、分かっていただかなければ進んでいかないなというふうに思っております、うんはい、橋本さんね、はい、もうすでにこのトラックの運転手の方々 っていうのはもう不足してるわけですよねそうですねもうだいぶ前からもう20年以上前からそのトラックドライバー不足しているっていうお話はずっとあったんですけど、はい、やっぱりその24年になると労働時間が減るので必然的にもっとあのその人材力っていうのは必要になってくる、はい、なのでやっぱりあの人手不足っていうのは加速していく中で、はい、あのもう稼げないからやめてしまえ、うんうん というドライバーさんも、実は結構いらっしゃるんですね。うん、<今>要するに、今まで人手不足なのは、なり手が。要するに、トラックドライバーになりたいっていう人が、そもそも足りなかったんですね。そ,うですねその。最大の要因は、賃金。おっしゃる通り。収入っていうわけなんですよね。うん、そうですね。で、それが二十四年になると、働く時間が制限されちゃうから、もっと稼げなくなっちゃう。そうすると、今の円グラフありましたけれども。三、ね、y の人が、もう。 トラックドライバーやめますと24円で、うん、というそういうタイミングが迫ってる、うん、ということなんですけどそもそもなんでこんなその賃金が、ね、低くなっちゃうんですかえっときっかけはですね1990年に規制緩和があったんですねこれで4万5千0社だったのが6万2千0社ほどにパンと急増したわけですよ、はい、そうすると過当競争が起きますよね、はい、でやっぱり労働集約型の業界なのでその 他,あのその他の企業との,あの競合、はい、それを競争していくのは賃金、はい、運賃を下げる。 あと、負担作業をつけるっていう、そういうものしかできないんですね、差別化ができないと、そうすると、過酷な労働がますます増える中、はい、その賃金は減るっていう状況にはなっていってていしまうとああ安く受けたにそに、その要するに,に、はい、荷物の積み下ろしとか、はい、いろんな負担サービスを付け加えちゃう、そうすると労働がもっと増えると、はい、そうですねでそれが嫌で、やっぱりドライバーさん、辞めていってしまうということも起こりやっいますね。ああはい、はい えー、ということなんですが宮内さん。はい それに対してその自民党の提言ではどうやったらそのじゃ賃金問題との解決しようという,ういう議論になったんですかこれ一番は荷主と運送事業者との力関係で,ですね荷主さんの方が圧倒的に力関係が上で,でどうしても荷主さんの要請、要求に対してですねそれを受けないとなかなか仕事としてですね運送事業は継続できないとまあいうことの中から。で つはです、ね、運賃が適正に集中できるという環境をやっぱり作っていかなければいけないので、はい、小観光をですね これをしっかりと改善をするということが一番大切だと思います。もちろんですね、物流の中では DX 化、GX の流れの中でですね、もっともっと効率的にすべきこともありあると思いますしですね、パレットも標準化されていないというような問題もありますので、貨物の下にひいてフォークリフトで運ぶようにするようなやつですね。そうなんですよ。もうパレットでこうフォークリフトで運ばないとですね、なかなか効率悪いのに手積みとかですね、そんなことまだまだあるというそういう現状にあります。 それはでもその荷物を荷主って言われてる方々が押しつけてんじゃないですかこれそういう作業を。 あの、もちろん、あの、押し付けてるというふうに、まあ、結果的にそういう表現はあるかもわかりませんけれども。そこはやっぱり、あの、民民のお仕事の、はい、契約の中でですね。まあ、そこまでやりましょうみたいなことが、まあ、当たり前化してるっていうようなところがあると思います。それと、もう一つ大切なのは、その、お気合の話が出ましたけれども。はい、やはり、あの、えーえー、物流というのはですね。もう決まった時間に、あの、当然のようにつくもんだと、はい、まあ、いうようなですね。そう そうい当たり前化された物流に対する厳しい要請といいますかです、ねうん、国民側の行動変容の中で,です、ねえー、そんなに簡単ではないよと、うん、コストがかかりますよと何回も何回も、えー、宅配に行って訪ねてくるようなことはもうできませんよということを消費者の皆さん方の、えー、意識の中にもですね、うんえー えー、組み込んでいただきたいと、はい、まあいうふうに思っておりましてこれ大きくは3つぐらいですね小、はい、観光の問題やです、ね、物流の効率化、うんうん、それから行動変容の理解、はいはい、こういうものを進めていかなければいけないというのが自民党の提言の大きな柱の3つであります、はい、あの多分、一番大事なのはその荷主の企業が輸送業の企業に払う運賃、はい、これはもう国交省が定めた標準運賃というのはある。 でそれプラス高速代は外立てで実費で払いなさいよっていうことも書いてあるんですよね、ねガイドラインに。はい、だけどこれが全然守られてないっていう現状があるやに、まあ、橋本さんから聞いたんですけど、はい、実は、<laughs> 実はですね、はい、これはどうしたらい,いんですかあの標準的運賃というのはですね、はいはい、いわゆる、まあ、あの一般の経済的指標に応じてですね、はいはい、このお例えば え経費にはこのぐらいかかりますよと、うん、このぐらいの人件費が必要ですねとかあるいは高速料金はこれですね油代がこうですねっていうようなことの,、まあ、あの標準的な、えー、運賃交渉の基本になるですね,目安,ですね目安になるですね、はい、まあ交渉の材料としてですねこれを作っていると、はい、まあいうことになりますのでこの運賃で運ばなきゃいけませんよというふうに国が定めるわけにはいいかないと現,、まあ、現在の制度ではということですね。はいはい ただ、これ、ほっとくとですね、そうやって6万社あってですね、競争原理が働いちゃうとなかなかほっといてもこ,れこの状態にはならないんじゃないですか。はい。それをなんとかしなければいけない、はい、ということで取り組もうとしている,かのいるわけでありますので、はい、パッケージでいろんなメニューをですね、はい、作ってやらなきゃいけないと、うん、こういういうに思ってます。その中でこれをいかに遵守させるかという対策も含まれているはずといあ、そうなんですね。はい 一旦 CM いきましょうかねはいそうですねここで一旦お知らせに参りますえ、お知らせの後も政府の対策この物流2024年問題の解消に機能するのか深掘りしていきます